さあ続いての作品、ガラッと雰囲気を変えまして、今公開中なんですが、シネマート心斎橋での公開、声もなくという韓国映画をご紹介させていただきます。もう韓国では人気俳優のユ・アインがですね、新人女性監督ホン・ウィジョンという監督なんですけれども、この2人がタッグを組みまして、低予算ながら2021年の青龍映画祭で主演男優賞と新人監督賞、その他韓国で多数のその、賞を受賞しました。今までにない新しい感覚っていう印象ですかね、そういう印象を受けましたサスペンスドラマなんですよね。物語なんですけれども、普段は父親代わりのチャンボクという男性と2人でトラックに乗ってタバコを売っている青年ケイン、この役をその人気俳優のユ・アインが演じてるんですけれども、2人はもう細々と生きる、そして信仰心のある善人なんですけれども、実はですね、貧しさから犯罪組織から死体処理などを請け負って生計を立てているっていう、設定になっているんですね。で、ある日ですね、身代金目的で誘拐されました11歳の少女チョヒをですね、1日だけ預かることになるんですけれども、そこに思わぬハプニングが起きてしまって、1日だけでは済まなくなってしまうんですね。で、そこからこの青年店員と誘拐された11歳の少女チョヒとのこの疑似家族のような奇妙な生活が始まっていくんですね。先ほども言いましたように、貧しいがために闇の仕事を請け負うこの青年店員はですね、実は話すことができないんですね。で、これがですね、話せないのか話そうとしないのか、で、なぜそうなっているのかっていうことが全く語られていないんです。そして両親に身代金を払ってもらえないその孤独な少女チョヒ、このチョヒはなぜ親が身代金をなかなか払おうとしないのかって言いますと、特に父親なんですが、彼女には弟がいて、その親は跡取りの弟だけを可愛がっているっていうことで、このチョヒはですね、両親に嫌われないようにある種の処世術を身につけているんだろうというふうに想像させられる子供なんですよね。ですから誘拐されても泣きわめくこともなく、どっか達観した感じなんです。私このまま死ぬのかしら、殺されちゃうのとか、なんか死体処理を平気でパッと手伝ったりとか、なんかこの子は一体どういう子なんだろうって思いながら見てしまうわけですよね。で、この青年店員の家っていうのがもう田舎の場所なんですけれども、掘ったて小屋のようなもう荒れた家で、家の中もめちゃくちゃなんですよね。で、そのこの服がいっぱいめちゃくちゃになってる中からムクッと何かが出てきたって思ったら、それが店員の妹なんです。幼い妹で、もう髪も全部ドロドロなわけです。ご飯食べる時ももうなんか寝転んだまま食べるみたいな、そんな感じの妹がそこにいたっていうわけなんですけれども、そこでですね、その裕福な中に育っているこの少女が、なんとなくこの場所に自分の居場所をふっと見つけ出すわけなんですよね。で、その妹をきれいにしてあげたり、服の畳み方を教えてあげたり、掃除をしたりっていう、そういうところで初めて店員っていうのは家族っていうものを感じるわけですよね。そんなきれいな家で、整った部屋で暮らしたことがないっていう、その彼のなんかこう驚くような表情っていうか、だから両方ともなんかこう疑似家族なんですけれども、だんだんなんかこう輪ができてくる。じゃあ彼女はそのままここで住んでしまうのかなって思うような展開になっていくんですけれども、その温かさを感じるその青年店員と、そのチョヒは一体11歳のこの彼女はここから逃げ出したいと思っているのか、いや、それともみんなともうこのまま暮らそうと思っているのか、仲がいいのか悪いのか、なんかもうだんだん分からなくなってくるんですよね。そこを
見事にその映像化してるっていう。ですので恐ろしいことがいっぱい起きるんですよ。死体処理であったりとか誘拐であったりとか人身売買とか言ったらハードな内容がいっぱいなんですけど、軸足を置いてるのはこの疑似家族のなんか不思議な生活なんですよね。だからなんか普通韓国映画のサスペンスっていうともう家をグッと捕まえてグーッとこうねじられるような感じが多いんですけど、なんか淡々と描いてるんですよね。え、なんなのこれと思いながらずっと見てたんですけれども、なんかねそこが面白いんだと思うんですよ。この青年店員っていうのは口が利けないっていうこともありまして、もうユアインがですね全部自分の体で表現してるわけなんですけれども、彼は今こう思ってるんだろう、今はこうだろう、それから少女の気持ちも、あ、彼女はどうしてここをこう平然でいられるんだろう、どうしてこんな恐ろしいことをしているのに普通でいられるんだろう、平気で手伝ってるんだろうっていう、なんかね見てる人に考えさせる、想像させるんですよね。だからその登場人物のバックボーンっていうのを何もはっきりと描いてないんです。見てる側がこうじゃなかろうかと思いながら見てるので、なんか淡々とそこが見えるんですよね。で結局この映画はどうなるんだろうかって思って最後プチッと終わってしまうので、あ、そんな終わり方っていうような終わり方ではあるんですが、そこで結論が出せない内容だと思うんですね。でこの2人はその後どうなっていくんだろうかっていうのを想像させるっていう、だから想像させる映画なんだなっていうふうに私は思いました。でこの青年店員を演じたのがそのユアインで、イケメン俳優さんなんですけれども、あの役のために15キロ体重を増やしてるんですけど、そのだらしない太り方をよくできたなっていうぐらいだらしない感じで、もうかっこよさ、もうすごいかっこいい人なんですけど、もう金繰り捨てれてるんですよね。もう潔いんですよ。もう私ユアインとは思わずに最初見てて、え、彼って思ってびっくりしたんですが、まあ、話せない役っていうことでね、体全体全身を作ったその表現力っていうのは、ね、すごかったです。しっかり全部伝わってきました。でこの11歳のチョヒを演じた子役さんがね、もう怖かったです。素晴らしすぎて、その疑似家族の中に今までにない幸せを感じているのか、先ほど言いましたように抜け出したいと思っているのか、で店員は危なくないっていうのを肌で感じてるんですよね。だからうまく彼を使っているっていうような大人の女性に見えたり、小悪魔的でもうね掴みきれない役っていうのをよくこの年齢で演じたなっていう、この子役さん素晴らしいなって思いました。これはね、あの見てる時は淡々としててなんかこう感情があんまり出てこないんですけど、見終わった後に道すがら、帰る道すがらなんかこうじわじわじわなんかグーってくる映画なんですよね。ですからこの恋も泣くというタイトルの切なさが後からじわじわくるっていう、ちょっと珍しい形の韓国のサスペンスドラマになっております。ぜひご覧になってみてください。